前が小次郎を斬ったのか。そうよ。逆らうとあんたもそこの金髪みたいにボロボロにしちゃうよ。そうか。何やる気？あんた刀は？お前相手に刀なんて使う必要ねえよ。お前小さくて軽いな。体も技もさ。その首いただけ。さよなら。おーいって。うー、聞いてない。お前ただものじゃねえな。でもこの程度の相手になんで小次郎はやられたんだ。ダメか。ならばあなたとても素敵ね。なんだ急に態度が。武蔵気をつけろ。私あなたみたいな強い男の人が好きなの。何？やめろ抜くんじゃねえ。私あなたとなら何をしてもいいよ。何をしてもだと。バカめ引っかかったな。あんたもちょない好きあり。俺に好きなし。ちそっちの金髪は一発で腰砕けだったのに。なんだこんな色仕掛けに引っかかったのか小次郎。うるせえ。少し油断しただけだよ。だが俺に色仕掛けは通じないぜ。甲府としての特殊訓練を受けているからな。特殊訓練？本気でやるっきゃないか。